本音準備ですよ。バイヤー。こんにちは、ヨンサモ TV のコイズです。今ね、テグのパンオルダンってとこに来てるんですけど、あの2023年の5月にね、新しくリーボックストアがここね、パンオルダンにできたんですけど、これね、いろいろな限定商品とかがたくさんあるらしいので、ちょっとそれをね、紹介させていただけたらと思います。で、なかなかテグの情報って YouTube で上げてる人とかって珍しいと思うんですけどね、魅力のある街なので、ヨンサモ TV をね、通じて、ぜひテグの魅力を、こう分かっていただけたらと思いますので、ぜひいいねボタンと登録をよろしくお願いします。では見に行っていきましょう。せっかくなので日本にはないような商品を見に行きたいと思います。リーボックって言ったらね、やっぱりバスケット選手のアレン・アイバーソンとかシャキーオニールとかが有名なんだけど、そういう限定商品とかねあるのかどうか確認していきます。YouTube 撮ってたらこのうちわをもらいました。こんばんは。陽気に影で寝る雲よ。イタリアはですよ。歌始めね。うん。午後が。うん。で、これ。いいよ。で。うん。イタリアは。で、あれ、ボジテグ。おお、こういうね。さすがね、芸術の街テグ。下がね。これスケートになって、かっこいい作りになってます。キャップも可愛いね。かわいいよね。これいくらなんだろう。サーマンクチョウン。サーマンクチョウン。テグオリジナルのね T シャツ紹介します。これやっぱり、ね、海外の人にすごい人気らしくて。表がこんな感じで、裏はね、こういう風に。あ、テグの番号が書いたんだ。ねえねえ、テグ、違って。ここにね、住所が書いてあって。韓国の T シャツってやっぱりね、いろんなブランドがあるんだけど、大体住所を後ろに書くことが多いね。宣伝も含めて。この後ろもいいよね。こんな感じ。これかっこいい、テグの。なんかランドマーク的な絵がイラストを描いたらしいんだけど、一つも行ったことないな。行こう、アプサンアニエよ。ハルゴンさん。ちょっと行ってみなきゃな。いいね、このイラスト。リーボックって言えばね、ポンピューリとかがすごく人気なんだけど、韓国にしかないものとかもあるそうなので、ちょっとそれもね、見に行きますよ。クラシック、どう、価格はどうですか。マンクチョウン、あ、新マンクチョウン、これね、ポンピューリ、このカラーで18万クチョウン、大体2万円ぐらいです。こうやってね、大きいから見やすいよね。どれも全部ね、かっこいい。これが確か新しく言ったサンダルか。これね、このサンダルは、オーマンクーチョモ履きやすそうだね。こっちのコーナーはね、リミテッドエディション、限定スニーカーがたくさんある。これね、
ルジェラ、マルジェラとのコラボ商品です。これすごいね、何のコラボだ。これアレン・アイバーソンモデルです。マルジェラね、これマルジェラ、マルジェラ、これなんだこれ。なかなか渋いんじゃない。ここのね、上2つ、上と下のやつは50周年記念の、リーボク50周年記念のスニーカー。このリーボクのスニーカーも派手でかっこいいね。ここら辺気になるな。パニーニっていうなんかゲームの会社とコラボレーションしたスニーカーらしいんだけど、アレン・アイバーソンモデルのキラキラ光っててかっこいい。これシャキーロ・オニール、シャキーロ・オニールモデル。今ね、これシャックモデルとアイバーソンモデル、アイバーソンモデルのなんかパニーニっていうロッキーシューズ、なんかゲームかなんからしいんだけど、これのコラボレーション商品と50周年の記念の商品で迷ってます。なんか真っ白コーデとかに合いそうだし、なんか結構なんかカラフルで見た目がハッピーだから嫌いじゃないんだけどね。ちょっとこれも試しに入ってみます。この3つの中から一番ね、なんかこう合いそうなものを選ぼうと思います。近くなのでちょっと履いてみようと思います。中がね、レインボーになってて、シンプルなコーディネートにスニーカーで、ね、合わせていこうと思います。後ろの e-box ストアでその50周年限定の、50周年記念のポンプフューリーのスニーカーを買いました。こうやってね、テグにしかないような、まあリーボックとかもそうだし、結構スニーカーブランドとかもそうなんだけど、テグにしかないような商品っていうのはね、結構あったりするんですよ。なのでね、ぜひね、ソウルにたくさん行ってる方なんかは、あのテグもね、時々来るのありなんじゃないかなと思います。で、ヨンサモ TV ではね、なかなか珍しい商品とか、どこどこの限定とかっていうのをね、ぜひ紹介できたらなと思ってます。いっぱいね、そのここにしかないようなものを探して、このヨンサモ TV で流せればと思っておりますので、ぜひいいねボタンと登録をよろしくお願いします。ではね、次回の動画でまた会いましょう。バイヤー。